f j 1 2 0 0 f j 1 2 0 0ヤマハ FJ とは、ヤマハ発動機が主に輸出向けに生産していた大型自動二輪車の車種名。排気量は当初 1100cc だったが、後にモデルチェンジで 1200cc へと拡大されている。FJ1100 は1984年、世界最速のグランドツーリングスポーツを目指して登場。 新設計のエンジンは最高出力 125PS を発揮する総排気量 1097cc の空冷 DOHC4 バルブ直列4気筒。トランスミッションはリターン式5速。少々長めのホイールベースと空力性能を追求したハーフフェアリングは荷物をたくさん積んだタンデムでの長距離走行を可能にした。1986年。 排気量を 1188cc へ拡大し FJ1200 へとモデルチェンジ。外観では外付けだったウィンカーをアッパーカウル一体式に変更。130PS の最高出力は当時の国産空冷モデルで最強の数値であった。1991年、それまで輸出専用モデルだった同車を日本国内で販売開始。最高出力は 自主規制値に合わせて 97PS まで落とされたが、国内での使用には全く不足は感じさせないセッティングとなっていた。また、国産二輪車では、初となるアンチロックブレーキシステム搭載車、FJ1200A も15万円高でラインアップされた。FJ1200 そのものはすでに生産終了となっているが、 その空冷直列4気筒エンジンは1994年に XJR1200 に受け継がれ、高速ツアラーとしてのコンセプトは2001年より発売された FJR1300 へと受け継がれている。また、メーカー公認でオーナーズクラブも存在する。ありがとうございます。